両弁法記四年うるう十一月十四日は、奈良時代の下言宗の僧、東大寺の解散、通称を、今衆行者と言った、わしにさらわる緑子の頃、国会図書館所蔵、土佐光沖、衆金後新延期へ巻き寄り、児童三年、愛部国造公営の漆辺の氏の出身である野、漆辺の名を足り人の子として生まれる、鎌倉生まれと言われ、義援に支持した。 別伝によれば、大見国の九だら氏の出身、または、若狭国小浜氏も寝頃生まれで、母親が、野良仕事の最中、目を離した隙にわしにさらわれて、奈良の二月堂前の杉の木に引っかかっているのを義縁に、助けられ、そうとして育てられたと言われる。東大寺の前身にあたる根主寺に住み、後に全国を探し歩いた母と三十年後、再会したとの伝承もある。しかし現在では、 別人ではないかとされているなど、史実であるかは定かでない。ただし、幼少より義縁に指示して、法省を言う意識を学んだのは事実である。さらに、時訓について学び、下言宗の奥義を受ける。東山に陰性し、自ら彫刻した、衆婚後お心臓を安置して、日々鍛錬して、修行に励み、今修行者の異名を得たところ、 聖武天皇の耳に留まり、検索院を賜り、これが後に改名されて、今主寺となった。天平十二年、下言行の講師として、今主寺に新章を招いた。聖武天皇の直により、天平十四年には、今主寺が大和国分寺に指定。天平十七年に立志となる。天平正法四年には、東大寺大仏建立の功績により、東大寺の初代別当となった。 天平商法8年には、元人と共に大僧図に任じられる。その後、天平法治4年8月に、仏教会の粛清のために、時君発神と共に、総会を改めるよう創上した。聖武天皇の官兵全師も務めている。大見志賀の石山寺の建立に関わったことも、石山寺縁技絵巻や、原稿釈書に詳しい。放棄4年には、 僧侶に任命され、その年のうるう11月24日没。東大寺海山堂には、両弁僧侍座像が安置されている。伊勢原市の大仙寺の回帰とも言われる。ありがとうございます。